がとうございます。はい、チーズ。はい、撮ってます。紹介しなくていいですか、うちのカイト君を。いいっすよ、紹介してください。はい、カイト君です。はい、カイトです。私のお気に入りの子です。自己紹介アピールを何か。はい、カイトです。リサちゃんにお気に入られてます。自分で言うの。以上です。はい、はい、おはようございます。おはようございます。リンゴルフオープンのザーカントリークラブジャパン会場でございます。よろしくお願いします。リサちゃんもよろしくお願いします。今日ですね、ちょっといつもと変わって特番を撮りたくてですね、ダブルスのバトルです。なぜか田中くんと海人くんが決着をつけたい。ダブルスでね。そう、あとゆこちゃんとバードくんがですね、ダワードさんが負けたら坊主になるという、戦いをしたいと。頑張りくん車に積んでいきます。それは、まあ、それはいいんですけど、うん、ソロだったら増産はないんだけど、ダブルスだしな、今日の。いや、ダブルスだから私負ける可能性あるの。ベストスコアでバトってはいかがでしょうかということで、リサちゃん予想を聞かせください。はい、はい、もちろんすっげー肩出てますよ。すっげー肩出てます。大丈夫ですか。もちろんリンゴルフです。はい、頑張ってね。はい、あと今日ね、後ろにいるツツさんがね、僕にちょっと付き添いで来てくれます。はい、解説もしてくれます。よろしくお願いします。始球式やっていきます。寄っていいですよ、大丈夫ですよ、寄ってください。はい、お願いします。お願いします。おお、よいしょ。やば。318。でもこれ辛いんですよ、結構。そう。初戦79で79。カリー318。まあ行ってみましょうよ。お願いします。おお、ナイス。いいね。よいしょ。球が速くて追えないよ。こんな感じですね。はい。飛ばし屋。飛ばし屋。おお。あ、でも大丈夫、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 大丈夫じゃない？大丈夫。キャディさん大丈夫？あ、飛んでる、めっちゃ飛んでるじゃないですか。めっちゃ飛んでる。キャリー238。お願いします。お願いします。163。あ、じゃあそんなもんだ。そんなもんすね。うん、OK、じゃあ今日よろしくお願いします。よいしょー。じゃあ、勝つ気だ。じゃあもう、ダワードさん、敵だと思ってないんだ。獲物ぜ、獲物。私がライオンだったら、彼はウサギぐらい。ウサギくらい。このバンカーに向かって、ズバッと8番アイアンなので、抜いていこうと思います。今日のヘッドアップチームの意気込みはどうですか。そうですね、ちょっと戦略を変える必要がありますね。自分がバーディー取って、せいやがパーをセーブするという、そういう作戦でいこうと思います。ただはダボー、違う、ダボーはバーディーで OK。 何言ってるか分かんないけれども、ダバード的なダジャレとかましたってこと。違うんですよ、普段自分ボギーが好きなんですよ、うん、なんだけど今日はせいやがいるから、うん、バーディーはトリプルっていうか、その大叩きかでもいいか攻めるみたいな、そういう役割。せいやはパー取ってくれるから。いい音だ、いい音だ、せいやくん。そうなんですよ、うちのせいやがやってくれるんで、うん、ゆっこちゃんはもうダバード相手じゃねえって言ってました。言ってましたね、なんかね、うんうん、いや本当の恐ろしさを知らないんですよ、彼女はまだ。私の。あ、これ前半はリンゴルフで撮って、後半ヘタッピで上がるんで、あの撮影お願いします。ありがとうございます。おお、お二人は元同僚ですからね。あ、そうそう、しかも同期。そうそう、おお、ね、同日。そう、入社。うん、いや俺入社してないから、俺入社してないから。え、グリッチさんにお仕事をいただいているダバーとか。何言ってるか分かんない。いろいろあるらしいよ、アイデンティティが。ああ、なるほどね、いろいろとなんかあるんだね、キャラ設定があるんですよ、うん、
ちょっとあんまりそういうの気にしないんで。いいよ、ないかな。はい、ない。じゃあ9。いきます。お。おお、いったもん。よっしゃ。ありがとうございます。簡単っすね。うまいね、今のちょっとやるね。かっこよかったね。おお、すげえ。完璧だわ、うまいんじゃないこれ。完璧です。よいしょ。調子いいな。これはもう実質俺とゆっくの一騎打ちというわけだね。フック、はい、逆じゃなくて。ナイスパーですね。じゃあ先に行って。パーです。ナイスパーです。先ほどはナイスバーディーです。ありがとうございます。ちょっとわかんないですね、コースが。おー、ナイスショー、すげーな。あれ、木が邪魔じゃないの。ちょっと短いクラブだったんですけど。完璧じゃないですか、あれ。ナイスバーディー。木当たった。ナイスバーディー。父さん、アイアン。いや、俺本当ちょっとね、あの木を警戒して、俺はアイアンフルズ5番アイアン打ったパート。警戒した甲斐があったぜ。そんな警戒しなくていいと思う。すいません。そのままそれでいいんだよ。えそのままそれでいいんだよ。大丈夫、大丈夫、まあまあまあ、全然 OK。大丈夫。田中さん、今日は大会カイトということで何か準備して。ホール目やらかしたんで、ちょっとはい、ジャブスにかけたいと思います。あれあれいいね。いや今から頑張ります。はい、裏テーマでね。そうですね。うん、はい、所長に期待で。このコースってどんなコースなんですか。いやこの間連覧来たんですけど、うん、一昨日ぐらいに、うん、結構広いと思ってたんですけど、うん、なんか要所要所狭くて、ちょっと曲がってたりするんで、うん、あんまり気持ちよくドライバー打てないんですけど、 うまくこうポイントに打てた人が勝ちかなと思います。ポイント俺は知ってると。いやそうですね、知ってるんですけどそこ打てないんですけど、ね、はい、はい、いいとこに落としてポイントを知る男。まあそうだよな。そうだよな。飛ばしすぎたやつ。こんな来ると思ってなかった。ドライバー260でスロープにかかるっていうから260いかないクラブだったんですけどね。奥まで行くと下ってるって言ってたから出ちゃうかなと思って。ここまで来たら下ってるように見えますね。 あんま突っ込めないです。あれ入れてなんとかしのがないと上げちゃうなって。そうだね。うん、ナイス。おー、ナイスタッチ。ナイスパー。助け合いの精神。ナイスパー、ありがとう。まあここまでいい勝負してますね。イーブンですね。イーブンですね。ベストスコアって。いやでもゆっこと、ちょっと確かにないですね今日は。勝てそうですね今日は。やべー。
出てきた。おお、さすが。かっこいいぞ。連弾してるな。220円。連弾の効果なんだよな。連弾しちゃってるな。こっちは大丈夫。はい、そう。ステーキ。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。よし。すごい、強烈な。そのポーズ覚えたのか。音はいい。大丈夫。いいとこ。多分。いやー、ネクスジェン。ネクスジェン。あざす。それネクスジェンなの？ネクスジェンです。ビバアルファみたいなやつは？ビバルアルファは、うん、今ちょっと冬眠中なに入ったんで、あのツツさんからの PCM のツツ様から今ネクスジェンをお借りして今試運転中でございます。めっちゃ良いですよこれ。いいっすね。史上最高のクラブです。しょ、おらしょ、おらいいね。めっちゃ背高い。ちょっと大波来たんじゃないのこれ。でしょ。飛びのインプレス。今鉄がベスト76。たまらんね。ここダバードゆこちゃんホールなんで。はーい。ああここもなんか変なホールだな。あこれ連弾の時ピン手前だった。めっちゃ奥。いやー手前も全然楽。奥よりこれ手前は楽そう。うん。ハディさんちょっと奥の方が難しいって言ってた。あと割と聞いた。5番でちょっと引っ掛けて結果的にナイスオン打法できます。そう。運任せ。違う。で俺の腕を信じる。いきます。おお本当だ。ほら。ほら。あでもナイス無理。ええ。詰まって待って待って。なんか辛口じゃねえみんな。めっちゃいい球だったよ。言った通りだった。うん。でいいよねこれね。とにかくがっつりいきます。とにかくがっつりだ方いいんじゃない。おーナイス。そのキャラまだねリンゴの人分かってないから。ナイスショットでございます。これを入れないと。これ入れたいな。バーダチーノ。ゼロ。うまい。おいマジかよ。今これ。入ったと思った。もうなんか。変な切れ方。まっすぐ。あでももう。まっすぐでいいと思います。カード君が。そうもう勝ってるからいいんだよ。ナイスイン、ナイスボギー。